こんにちは、赤川俊太です。今回は誰でも簡単にできるトリックっていうのを紹介していきたいと思います。それはサシワン。サシワンっていうのは、片方の足を上げた状態でくるっと、180するトリックなんですけど、板も結構パチンと上がる、おしゃれなトリックなんで、皆さんぜひこのトリックを覚えてやってみてください。では紹介していきたいと思います。サシワンやってみましょう。サシワンっていうのはレギュラースタンスであれば、前足進行方向を上げた状態でぐるっと前でスイッチになります。スイッチの場合は右足前なんで、右足を上げて前に、もう一回前に、そしてスイッチも前に。はい、このトリックのコツは、後ろ足、こっち足ね、を軸にくるっと、回るトリックになります。こいつを軸にね、こんな感じでこっち足で、レギュグーフィーでいったら前足、前足、後ろ足を軸にこんな感じで振って、100度ぐらいかな、回して、スイッチになって滑るトリックになります。後ろ足を軸に前足を上げるんで、まずは前足を上げれるか皆さんやってみましょう。レギュラーなんで進行方向こっち、前足を低く沈んだら上げる、これできますか皆さん、まずやってみてください。後ろ足がついた状態でね、なので後ろ足が跳ねないように軽く上げてあげる。そして頭の位置は後ろ足よりもこっち側に行かないことを、なるべく低くなったら後ろ足真ん中のらへんに頭の位置があるといいです。スイッチもね、同じく進行方向こっち、前足をしっかり曲げて上げる。こんなに最初は上げなくていいです。軽くでいいです。こんな感じでもいいです。で、次に、やることは、この止まった状態からサシワンしてみましょう。上げると同時に板を引いてあげます。グッと体をひねってグーッと、こんな感じでスイッチで進む。もう一回、止まった状態からしゃがむ、引いて進む。はい、スイッチも同じくね、しゃがむ、進行方向の手を引いて進む。はい、結構簡単そうにやってるんですけど、この引く、足と一緒に手をね引くっていうところがポイントになります。引く、お、ちょっとね、スピードをつけながら止まりそうな速度で引く、また板横にして止まりそうな速度で引く。これをね、皆さんぜひやってみてください。ここまで来たら今度は斜めに進んでいきます。斜めに進んでしゃがむ、進行方向にしゃがんでから引く、ここがポイントになります。さっきはね、板横の状態からスタートしたんですけど、斜めに行って前足曲げて引く、同じくこれ交互に両方やれるといいですね。はい、これがね、サシワン、結構簡単なんで皆さんもね、まずはやってみてください。ではね、次に今のサシワンをカッコつける方法っていうのを紹介します。やっぱり板をしっかり勝ち上げるのがポイントなんで、立ち上げる、立ち上げる、こうすると、高さが出て映えトリックになります。そして何をやってるかっていうと、上げた足をキープ、キープ、これも一つ後ろ足でバランスをとってキープすることができるといいですね。さあ、上げる、キープする、で次にやってることは板を一瞬戻します。
見ててくださいね。板を横行って戻す。前にね、蹴るようなイメージで戻す。ちょっと押し出します。もう一回戻す戻す。こっちのアングルでやってみますか。戻す。はい、スイッチも戻す。はい、サシバン、こんな感じで最後スタイルを出してやってます。こういったトリックは、今は結構勝ち上げたんですけど、滑ってる最中にさらっとこんな感じでヒールエッジの延長線であんまり無理してしゃがまなくてもできるようになるんで、皆さんとにかく後ろ足を軸に回す。はい、回す。はい、連続で回す回す。はい、連続でできるようにもなります。はい、こんな感じでね、サッシュワンやってみたんですけど、こういうのはね、止まった状態でもちょっとこうキープさせる動きとか、こういうのは練習になります。まあ、まずはしっかりこう前手で引く引く、こういった動きをしっかり止まった状態で覚えてやってみましょう。ぜひ皆さんサッシュワンやってみてください。